2日で37%オフ、人気高配当株の青空銀行、果たして買いなのか。配当利回り5%超え、3ヶ月に1回配当が出ることで人気だった青空銀行ですが、なんと下半期の配当金を決算で0円にすると発表がありまして、それによって配当は半減、業績も赤字に転落して、その決算発表後に2日でですね、37%天井から下がりまして、安くはなってるんですけども、安いからといって手を出すのは怖いですよね。ただですね、配当金を減らしたとしても、得てしてこういった最悪期の中に株の最高の買い場というのは隠れていまして、青空銀行もネガティブな材料ばかりではありません。業績回復してくれば株価の V 字回復と増配もありえますし、あとはその見極めですよね。2月7日にアップしているこちらの動画の方で、暴落の要因と投資で注意しないといけないポイント、どんなシナリオを描くのか詳しく解説します。概要欄のリンクの方か、あるいはこちらの動画のコメント欄にありますリンクの方からご覧になってみてください。